ちょっとおはようございますおはようございます今日は特集特集何の特集コットンスモールやん違うやん何やん母,母の日企画プレゼントにこんなのがいいんじゃないですかっていう企画ですお母の日プレゼント企画やそうですそれです その中でもまず一番のおすすめは、はい、今回ちょっと頑張りましたオリチームの村上くん、はい。ええー、袋？袋ギフト袋っていうの？うん。をこれ用に作っちゃった。ほ、うん、う。しかも縫ってない。ええー。わかる？おせ折っただけ。うん。 ホールガウンメントじゃなくて、折で無縫製の袋を開発いたしました。それが、ね、あのギフトのプレゼントの時のその包装に使われること限定はいで<ー>か、作りました。いろんな色がありますので、どれが届くかはお楽しみですけど。でも無限にあるわけじゃないよな。もうやっぱ限定やな。限定で今回企画いたしました。はい、かわいいでしょはい、かわいいです。 はい。でまあサイズはこの、このサイズのものと。うん、こっち大きいサイズの,もの。ギフトってことは、その中に入っているのは福袋的に決まっているわけ。それとも、プレゼントしたお客さんが購入されたものをそこに入れて。いくそうです。<ら>こちらに入れて。プレゼント。として、送らせていただきます。はい、ここに、バッジが付いてるよ。はい。母の日バッジ。うん、で、そうそう、それそれで、それですよ。 どんなものをお母様に贈りたいかなって考えた時の第1弾第1弾普段は発売していませんが、はい、また満を持して登場じゃーんじゃーんなんでしょうコットンスモールそうです玉木二名の定番中の定番ルーツショールを、うん、ルーツショールをどうしようかなこうしようかなの商売を発売いたします それってさ、昔はなんかこうほらほらビッグとかミドルを作ってってたやん、うん、でそれで余った部分をしてたんだけどそうです、ね、今はでももうコットンスモールとして作ってるよな <laughs> はい絶賛作っております数が、はい、歯切れからスタートしたはずなのに足りない <laughs> 端切れからスタートして、そんな売るつもりなかったけど、スタンダードになったってやつや、ね。え、そうです。そうです。そのお土産物に使っていただいたりとか、ちょっとしたギフトとかには。本当に使いやすくて、首に巻いたら暖かく、かつちょっと華やかになるので、おすすめです。こちらが。ギフトの、の、はい、この母の日ギフト用に公開いたします。 まあ、夏はなんかそのタオル代わりに使ったりもできるもんな。ね、汗も吸うしハンカチちん代わりにも使えるし、これは数量限定かな、どうなんだろう。どうなんやろうな。ちゃんと書いてるから読んでよ。ちょっと鏡で見さして。うん、かわいい、かわいい。はい、一応でも書いてあるのは。すすい書いてあるのは。期間限定って書いてある。さあ、かいくん。お願いしますよ。CS 期間限定って書いてあるんで。あ、そう。 ちゃんと理解してお話し。しじゃあ第二弾。はい。ズズズズ。じゃーん。この袋も可愛いね。可愛い,いな。はい。こちらでは何が入っているかな。あ,あ、今被ってるやつ。ーーあ、二ボ。え、はい、でも被ってるのと違うやろ。ちょっと一緒や。これ一緒。色違いはあ一緒なの。うん。じゃベレーっぽい感じや。<laughs> そう。可愛いでしょ。うん。 こちらもギフトにもおすすめだねこれはいつも定番で置いてるやつなので、うん、いつも定番じゃないか春仕様としては今発売しているタイプのものなので、うん、えお選びいただけますちなみにニ本はホールガーメントで作ってるはい知りませんけホールガーメントによって作られていますま毎回聞くけどそれも一点もんないってもちろん一点もんとなっております、うん、そして次どうする次次はじゃあボソじゃじゃだ

こ,このは、うん、半袖とかに着てもらって日焼日焼け止めちゃうにもなります。うんはい、こちらもギフトにぜひお使いください。はい。はい。次次次。えいっぱいあるやん。玉木に目こんなに小物作っとるん？知らんかったそ私。え？そして、はい、そしてそして,そして次こちら。この袋も可愛い。じゃじゃちゃんと玉木に目ってログ入っとんねん。でしとった。 うんかわいいそして次次何だとんじゃん何だゥンン玉袋へいおよく分かったねへいですまあそれもでもデイリーやな使いやすいなこれはもちちょっと何でも入れて持って上がるのにちょうどいいからねこうやってボソ入れてな、うん、これもちょっとギフトにもおすすめとなっておりますはいかわいいからこれをこれかけとこう はい以上となっておりましたんまだあるな大きい子もあるよ、うん、まだ次デカ袋はあの大と小は選べないのそこに入るサイズのいいものを選ばせていただきますからね、はい、えっとねなんかもうサンタクロースになったつもりになってきたね、うん、いろいろ入っているよ何なんこちらはねあ今絶賛制作中のものが出てきましたよほう 去年に発売スタートした。こちら。まず、つかむ。つかむつかやのこれつかやろ、うん、敷いてもいいし。鍋も、まあ、鍋のな。つかんでもいいよっていうつか、うん、これはつかむ。か,むかわいい。<ー>そして。うん。それらも一点もんなんはい、もちろんです。もう一つあったよ。うん

前持っていくんじゃないの紐は腰とかって私こっちはや、ね、あ<ー>これはお好みですよ後ろで縛ってもいいし、うん、ちゃんとこうパシッとしたいっていう人はうパシッそれは結局首にはめんとこうやってここでこうしまし場所、うん、こうやってから、うん、ちょっと一回し判外していい、うん、でちょっとねかわいうもちょっとそけといて、うん、はいえっ、ー、と、うん あそうそうもうできるやなそうそうこうやって、まあ、これ中入れちゃってもいいしね紐、うん、もちゃんと入れてしまったらもう普通にこういうふうに前掛けとしても使っていただけます、うん、はいこいのいここで調整もできますので、うん、ああいいねかい,いかい,い料理できそうな感じに見えるうん 料理はちょっとずっさん練習中勉強中、はい、これから勉強なのでこういうふうに、えっと、キッチン周りのギフトとしてもお使いいただけるかなそれでもすごいいいなおせとうんお母ちゃん喜ぶと思いますうん私もお母ちゃんに何を送るか考えようちょっとねこれちゃんと見せといた方がいいはい なんでこれが袋になってるか、わ、うん、かる。なんでだろうね。ここがね、二重折りっていう構造で折ってるんです。こうね。で、ここの部分だけ、うん。一重折りにすることで。うん、袋状にできちゃう。うああ、これ、あの、本当、今回はもう、本と当と母の人。ように、これを作。 ちゃったので、うん、数量限定で早いもの勝ちとなってしまいますが、うん、ま今後はちょっと考える人気であればまた販売するとか、うん、ギフトに使うとかいろいろ考えていきたいと思いますのでお楽しみに2名の定番定番袋みたいになることもある可能性としては。可能性はあるし逆にあのこういう袋物を、うん なんていう小物入れとして販売していくという可能性も考えて今検討中絶賛検討中。はいはい、今回はもう原価どど無視で普通に面白いから作っちゃったので、うん、あのギフト価格で300円だったかな。うん、であのついてくるお得じゃない。うん、どうしよう私も頼もう、うん、っていう感じです。はい。言い忘れていることはありませんか。ありません。ほんま。 <laughs> ないと思う。大丈夫。オッケー出ました。じゃあねー、バイバイ。バイバイ母の日にはぜひお母さんにギフトを送りましょうね。はい、じゃあねー、バイバイ。あれ、リモは？リモは？いたよ。